北京オリンピック目前のフィギュア、羽生譲に暗雲、うん。コーチ不在で出場の可能性に、さすがにきつい、一人にしないで悲通の声、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。2月4日に開幕する北京冬季オリンピックがいよいよ迫ってきた。日本選手団の中でも特に注目を集めているのが、男子フィギュアスケートで2014年のソチ五輪。 2018年のピョンチャン五輪に続く3連覇に挑む羽生譲る27だ今や羽生には世界中から注目が集まっています。そんな羽生の五輪情報に関することで気になるニュースが女性セブン小学館の2022年2月10日号に報じられています。記事によると1月20日に日本オリンピック委員会が発表した北京五輪に派遣するコーチやトレーナーなども含めたフィギュアスケート選手団リストの中に 羽生が所属するカナダ、クリケットクラブのコーチであるブラインアン・オーサー氏やジスランブリアン氏の名前がなかったというのです。情報指揮者1月25日現在の情報として、選手10名に対しコーチやトレーナーなど13名が同行予定となっており、その中にはもちろん宇野昌二24のステファン・ランビエールコーチや、鍵山優馬18のコーチで、父親でもある鍵山正和氏らの名前もあった追加発表の可能性も、羽生にとって、 優勝すれば94年ぶりとなる3連覇がかかった五輪の大舞台です。それに加え、羽生は前人未到の4回転半ジャンプにも挑もうとしているプレッシャーの中、コーチが不在であることへの不安の声が羽生ファンの間で広がっているのだと報じられました。全室の情報識者、ただ、女性セブンの記事によると、ピョンチャン五輪の際にも、最初に発表されていたリストには羽生のコーチ陣の名前はなかったものの、 その後の追加発表でジスランコーチの帯同が決定。また、韓国選手団として帯同していたオーサーコーチも現地で羽生と合流したという経緯があり、今回もそうなる可能性もあるという2021年12月に埼玉スーパーアリーナで行われたフィギュアスケートの全日本選手権の際も羽生はコーチ不在のまま出場し、見事に優勝を飾っています。その際にはファンたちから、 コーチがいない中派の演技ができる羽生くんさすが、四つじゃないとできない。羽生選手の凄さを、また実感など、驚きと喜びの声が数多く上がっていました。全道、いくら四つでもきついだろの声も、一方でこんな声も、羽生の優勝にはしたものの、キスくらいに一人で座ってる羽生選手、やっぱりなんか弱式に見える、四つを一人にしないで、ぼっちはいくら四つでもきついだろ、喜びを分かち合えるコーチが隣にいて欲しかったななどの声も、 本来は競技を終えた選手がコーチと並んで座り、安ドや緊張の面持ちで採点結果を待つ場所であるキスクライに一人でポツンと座っていた羽生の姿に不安や寂しさを覚えたファンも多かったようです。それだけに、来たる五輪の大舞台では、クラクを共にしたコーチと共にキスクライに座っている彼の姿を見たい、と願っているファンも少なくないように思います。全室の情報式者、北京五輪では、男子シングルショートが2月8日、 フリーが2月10日に行われる予定となっている。世界中の注目を集める大舞台を前に、今、羽生は日本で一人何を思っているのか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。